はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イースクロニクルズ、続きをやっていきたいと思います。下水っていうか地下水路のところに行って死んでしまったところからですねっていうかね、さっきね収録したんですけど、編集しようと思ったらなんかマイクのスイッチが入ってなくて音声がなかったんで、ちょっと撮り直します。なのでね、サクサクっとやっていきましょう。ここら辺はテイク1ですでに撮ってあるんで、道順とかも多分大丈夫。相当迷ったけどね、やっぱりここは。でここの地下水路はもうはっきり言ってね、アイテムを取るだけ。敵をなぎ倒して、ここにペンダントがあるんでこれをゲットしますと。でそしたらここはもう用なしなんで、一回タイムじゃなくてこれワープでラミアの村に戻って、正面からまた入り直していきます。さてただマジックパワーがちょっと半分くらい減ってるんで、お水を飲んで回復しましょう。このじいさんには話しかけずに、じいじいと話すことなんて何もないからね。とにかく俺はうまい水を飲みたい。イエーイ。で魔法はファイヤーでいきたいんだけど、ただまた門番をね通り抜けるために一回ルーに変身しないといけないんで、まあこいつの目の届かないとこで変身で、またいつもの会話ですね。ここ何往復してんだろう。で変身はまあ解かなくていっか。でここで、ここに入って、でここ、ただここはねボスなんで装備を変えていきましょう。安らぎ、いや安らぎでいいか。でアイテムの方は薬草、ちょっと待ってこっち。でこれで一回セーブをします。でファイヤーか、ファイヤーにしていきましょう。で一回倒してはあるんで、なんか倒し方的なのはちょなんか分かっているっちゃ分かってる。まあファイヤーですね、やっぱり攻撃は。でドルーガーで来るから、ここでダメージ当てて、もう連打する、ひたすら。でちょっと待って、逃げきれなかった、挟まったどうする、死んだ方が良さそうかな。死の、ちょっと欲張りすぎた。これさ、なんかめっちゃゴリ押せればさ、なんかいけるような気がしてきた。何回も死んで待って出ちゃうんだこれ壁際最高のところまで、これマジでこうやってさ、あ、しまった、食らうけど回復しつつ、ちょっと待って、一回全部メーターを万全にしようと思ったら吐き出されたわ。よし、ゴリ押した、ちょっとめんどくさい敵だったな。レベルアップ、 OK。 じゃあ先進んでいきましょう。でここはさっき手に入れた銀のペンダントを装備してると進めるようにはなるんですけど、ま、巻物だけ読みますか。勇者よ、よくサルモン神殿まで来てくれました。私たちの待つ神殿の中枢へはこの石像が導いてくれます。ペンダントを首にかけ、石像に触れたとき閉ざされた道を通ることができる。ついになった2つのペンダント、1つは白銀、もう1つは黄金だそうです。でここでこれを装備して、でセーブしよう。じゃあ先進んでいきますと思ったら、装備して、え、装備してない、お、いけたいけた。で新しい地区ですね。
で一旦左から行ってそのまま上に行って下に出て敵がいて、どっち行くんだっけ。アイテムがね、あれこっちは意味なかったっけな。あ、意味ねえわ。こっち降りて、でアドルを呼ぶ声が聞こえると、子供がお前を訪ねてきている、何か重要な話があるそうだ、あんたに直接話したいそうだから村に帰ることがあったら家に寄ってくれんかと。大した用事じゃないからね、別にアイテムくれるとかそういうのじゃなかったから、仕方します。なんかクロマントに気をつけろみたいなこと言ってきただけなんだよね、全然有益な情報でも何でもないから。戻るだけマジ時間の無駄という、外でバンペイの2人が話しているけど何を話しているかよくわかんないと。でルーになりましょう。水路調整室の鍵がなくなった、キースという魔物がかっぱらった。さっき俺はキースを発見して後を追った、だけどこの先でまんまと逃げられてしまった。でほい、でこっちで扉を開けてバトルシールド早速装備しましょう。 OK、 結構ダメージは食らうからね。でこっちに行って、でこいつは結構硬い、ただし経験値を結構持ってるんでなるべくちょっと倒していきたいんだよね。もう1レベルくらい上げておきたいかな。でちなみにこっち何もないっす、何もないんだけど敵を倒したいっていう、ただそれだけ。ここでレベルがよし上がったね。こっちも倒していくか。割とねヒットポイント220くらいまではねポンポン上がってったんだよね。おお、あ、ちなみにねこいつに話しかけるとね、キースを追い詰めたぞみたいなこと言ってくるんで。でまた地下水路ですね。新しいワニ戦士、トカゲ戦士、よくわかんないけどこいつ消えるんだよね。でこっち側に行って、ほら今消えようとしてた、ただし経験値もかなり持ってる。あれどこだ、これなんかテイクワンの時もすげえ迷ったんだよね。あ、あいついた、倒してこう。経験値にはなるからだいぶ溜まるよね。でキース、バーンドブレスの岩牢で助けてくれたのはあんただな。俺の名はキース、ちょっと暴れすぎてな、バンペイどもから逃げてきてここに潜んでいる。あんたは女神の元へ行こうとしている、それならまず女神の王宮へ向かうといい。あそこへ行く道はどうやらこの水路しかないみたい。水路調整室で水を光らせてから水路を通って女神の王宮へと抜けるはずだと。で鍵をくれますと。俺はもう少しここでほとぼりが冷めるのを待つ。了解だ。でこれ戻った方がいいんだよね一回外に歩いて脱出するよりはモラミアの村から入り直した方が全然早いんで。で水路調整室は最初入ったところの左側ですね。じゃあ行きましょう。もう門はすぐ近くにあるんで。でこのねドラゴンね、なんか動くかなって思ったけど実は動きません、そのまんま。でレバーを操作すると低い金属音が響き、やがて水が荒れ狂う音が響き始めた。そう、なぜか経験値をくれるっていう。レベルアップ、 OK。 動かないよね、速攻で出てったけど。うん、特に動かない、思わせぶりなだけ。でこれで水が引いてますと。ここら辺の敵は弱いんで
サクッと。さあそしてこっから下の水路に降りたいんだけど、降りたいんだけど、どこから降りればいいかな。あ、ここだ、ここ。ここから降りましょうと。で、こっちへ行くと宝箱、バトルアーマー。で、ここは本当にバトルアーマーを取るだけですね。で、例によってまた戻って、で、さっきの水路の方に行くと。あの門番の兄ちゃんも何回来てるんだ、こいつもそうだけどさアートル何してんだろうなって、ちょっとずつ探索を進めてんのかなって、なんかそう思われるよね。完全なる不審者だよな、モンスターとはいえ。こいつなんか何回もここ来てるぞみたいな。でペンダントはつけてるんでそのまま行って、でこっち側の地下水路ですね。さすがにもうなんか道は覚えたな。最短ルートで駆け抜けましょう。道は覚えてるけどさっきよりレベルが低い。迷った方がまあモンスターを倒すからね、もちろんレベルは上がっていくんですけど。で、ここ抜けて、ここだ、ぶっ倒しこう。いて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 、食らった。硬いな、ゴールドマン。こっちじゃない、こっち。で、こっち。おっと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 。よし、OK。さて、地下水路。で、こっから、また下に降りたいんだよね。水が引いてるから。あ、あそこから降りられる。で、で、で、ここに宝箱があるから、これをゲットしたい。で、こっちから行くか。お、消えてたね。で、はやぶさの彫像。で、こっちは行けるんすけど、行けるんすけど、危ねえ、食らったかと思った。あ、もう一つ宝箱あるんだよね。はやぶさの彫像まではね、ちょっと前回取ったんだけど、こっから行って、あ、ここここここ、お、敵がいる。あ、バトルソード、いや、よかった、来て。これ見逃してたな、テクワの時は。かっこいいね。てかバトルソード剣見てないね。炎の加護を宿すという金色の剣、恐るべき破壊力を秘めた刀身は影楼のように揺らめている。バトルシールド、無双の防御力を誇る金色の盾、この盾の前にはあらゆる物理攻撃が通用しないという。通用してるよ。バトルアーマー、最高の強度を誇る金色の鎧、生半可な攻撃では表面にかすり傷すらつけられないめっちゃ食らってるけどさ、アドル。だってヒットポイント137だよ、これだけレベル高くても。で、さっきの右側の下ですね。よし、行きましょう。で、ここにキースがいるんですよ。俺だ、キースだ。この奥にある金付き堂で生贄の儀式が始まりつつある。鐘の音が5回鳴ったとき、マリアという娘の命が消える。ザボが入り口で待ち構えていて、俺ではとても手が出せん。頼むアドル、あの子を助けてやってくれ。って感じで、まあ、最初やったときはめっちゃ迷ったんで、ここで30分くらい経ったんですけれども、まだね、時間がありそうなんで、セーブして先へ進んでいきましょう。こっからは完全に未知の領域です。よーし、行きましょう。ヒットポイントが減ってんな、回復してから行った方が良かったかな。あ、また魔術師。上に登らないとダメか。倒してくる。
うん、なんか強くなった気がする。あくまでなんだこいつは。また新しいゴールドナイトみたいなのが出てきた。とりあえず勝て。バトルソード手に入れといてよかったな。お、危ない危ない危ない。勝て、ほんと勝て。なんだこいつは。こんなに硬いとは。魔導士はまあまあまあ柔らかい。あ、そうそうそう、そういえばハヤブサの貯蔵手に入れたね。てか死ぬんだけど。これはね、なんか多分鷹の貯蔵の強化版っすね。違う違う違う、ファイヤーにしないと。炎が青くなってる。ちょっとずついかないと。なんかいきなり死んでしまいそうだな。さっきキースのところでセーブしたからいいけどさ、なんかぽいとこに出てきたね。緑がある。お、女神の王宮。ヒットポイント回復させたいんだけど、ちょっとヒットポイント回復させますね。さて、じゃあ行きますか。一応端っこから見てく。何にもない。右側も何もないよね。もう正面から乗り込もう。これ王宮の中もさ、結構ん、私はイースの女神です。さあ、この部屋の中央まで進んでください。女神像がある。よくここまで来てくれました。私たちにはあなたの力が必要なのです。今私たちがいる神殿の中枢へ入るには、あなたがここへ来るために使ったものと対になるペンダントが必要です。魔法によって石にされた人々がいます。ペンダントは彼らが持っているようです。この神殿の鐘つき堂には夢見の石像が安置されています。夢見の石像を使えば石にされた人々を元に戻すことができます。まずは石像を持ってここへ来てください。その使い方を教えてあげましょう。え、ここってどこ？本当にここ？あ、回復した。上に行けばいいのかな。え、先へ進めって音。この女神像って来れば回復してくれるのかな。それだと結構ありがたいんだけど。おお、なんだ、どこだ。いや、こんなとこに来てもしょうがなくね。え、なんもないよね。なんもないなんもない。こっち側とかも特に行ける場所はない。こいつは関係ない。もう石になってしまった。え、どこだ。こっち側から行けるところがあるとか。いや、ないよね。もうちょっとじゃあ探索をしてみますか。いける。なんだ、おっ、つえ。え、なんだ、すげえ、マジつえんだけど。これが一回弾けて、っていうか弾けるけど魔術師にはあんま効かねえな。やばいやばいやばい、ゴリ押さえ。もう1レベルくらい上げてえな。こいつをなんかサクッと倒したいね。ここはキースがいるとこか。こっから来たのか。あ、でこっち意味なかったもんね。でこっち上行ってみよう。お、なんかここ入れそう。お、レベルアップした。鐘つき堂行ける。お、なんかいる。ちょっと待って、赤毛の剣士。我が眷属を冥府へと送っているのはお前ね。お前ねって。私の名はザバ。人の声を、身の程を知り、その血肉を持って償うがいい。え、もしかして戦う。捧げよ血を、肉を捧げよ、死の舞踏を。赤毛の剣士、どこまでこのザバを楽しませてくれるかな。待って、セーブしてない。ザバ、はい。わかんない、わかんないけど、これで なんとかしよう。ほら、いけ。コウモリ邪魔だね。先に叩き落とすとかって思うけど、あんまりこの、ほら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 、溜めて。え、どうなってる。もう意味不明。
ザーバに当たってなくね、キンキンキンって言ってるし、コウモリ、え、本当に分かんないんだけど、コウモリ、コウモリ、え、どうする、いって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 、コウモリのパワーあんのこれ、本体に当たってないよな、いやいやいや、わかんねえわかんねえわかんねえ、っていうかセーブしてねえからまたここまで来ないと。よし、じゃあちょっと、ここまで来たのでまた行きます。これさ、死ぬたびにこいつらの会話聞かなきゃいけないのかな。あとちなみにね、女神のところには行ってない、速攻でこっち来た。だとね、倒し方調べたらね、やっぱりね、先にコウモリね倒す感じでいいらしいんだ。これ装備してひたすらコウモリを狙いましょうみたいな。いて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 、で攻撃は普通の攻撃は効かないから、強くねコウモリ、攻撃激しいわけではないんで、ひたすらこうだよね。コウモリのさパワーはさ見えないからさ、あ、倒した1匹、全然倒してねえや、マジパン殴ったらどうすんの。一応ロダの実、あの、もう薬草がないからロダの実を持ってきたんだけど、溜めてすぐ攻撃しよう。あんまりさ、ザバの近くにいるとさ、ザバに攻撃当たっちゃうんだよね。これあれで、なるべく端にこのコウモリを攻撃寄せようと思ったけど、いや全然倒せないんだよ。レベルが違う、レベルがまだ弱すぎる。え、これ食べるとだ、マジパー買ったよね。やっぱり薬草買ってこようかな。いや全然倒せないんだけど、本当にこれコウモリ、いやもうこっちが持たないよ。やばい、死んだ。レベル上げる。さて、金付き堂、結構レベルを上げた。もう240ヒットポイントがありますからね。これでちょっと行ってみましょう。で、薬草も買い足しました。で、このコウモリ本当に倒せんのこれ。レベルが上がったことにより、まあ、どれだけ攻撃力が上がってるかってとこなんだけど、いかんせんこのコウモリのヒットポイントが見えないところがちょっときつい。はい、出てきて、攻撃はもう絶対効かないんだよね。あ、どう今なんか倒した？あれ増えてる。あー、なるほど、そういうことか。やっぱ倒せるな、倒せるようにはなってる。いや、レベルがだいぶ足んなかったんだね。しかし倒せるということが分かったんで希望は出てきたな。しかも、いや、いて敵の数が多い。でも、すえ。ちょっと待って、回復しよう。倒した？倒したね。これさ、このコウモリを倒してからが本番なんだよね。連打しよう。いやー、つえ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 、ちょっと、一箇所にとどまるのは危険だ。よし、ザバ、ようやく。ようやく、てかコウモリまだいるし、遠距離でなるべくさ戦った方がよくね。早く薬草はね、まだ1本使ってなかった。ちゃんとよく見ながら、よく見ながらチクチクしよう。
これもコウモリを、あ、コウモリになっても大丈夫だ。あ、弱っ。ザバ本体は弱かったな。オッケー。レベルアップ245。あと2レベルでマックスかな。いや、ちょっときつかったね。じゃあザバを倒したところになりますので、今回はここで、終了して、次回また先へ進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。